1949年、中村白洋は、ロシア文学者。神戸市生まれ、本名、長三郎。別号は天外。名古屋商業学校を出た後、1912年、東京外国語学校ロシア語科卒業。安木貞俊に指示する。米川正夫は一切年下で在学中に知り合い、一緒に、同人し、ロシア文学を観光し、ロシア文学の紹介を始める。 卒業後、鉄道院に勤めるが文学への志が強く、辞職、雑誌編集者となる。24歳の時、新庁舎にいた当初仲間の加藤武雄より、罪と罰の翻訳依頼を受け、1914年、それまで、内田ロアンの英語からの重役で読まれていたのを、初めて、ロシア語からの翻訳を刊行する。1915年、朝日新聞社に入るが、翌年、 貿易省野沢組のロシア部に2年間勤務。1919年、退職し、あんなカレーニのを翻訳。また1922年頃、福岡日日新聞に、自伝的小説、すがるのごとくを連載した。1923年の震災後、日本連邦通信社文芸部に3年半勤務するが、辞職、以後ロシア文学の翻訳に生涯を捧げる。トルストイ。 チェーホフ、プーシキンの作品は、その大半を手掛けた。あんなカレーニナは何度も解約を行った。1956年以来、たびたび、木崎柿大学で、ロシア文学の講師を務めた。大町市内に、事実は唯一無二のもの、その重さは、比較を絶するとの筆跡を刻んだ石踏みが、混流された。1973年、日本芸術院賞を受賞。 妻は、キネヤ三層の娘、ロシア文学者の中村トールは、女性にして養子。中村白陽著、ここまで生きてきて、私の80年、川で処防新社、1971、朝日新聞1973年4月10日、長官、22ページ。ありがとうございます。